ケーブルが全然この高さですよ。ここに誘導されたの。山ごと持っていかれてるから。マジで、うん、じゃあ上完全穴開いちゃってるじゃん、うん、本当だね。ね、ゆうちゃんね、怪我しなくていいところで怪我させられてですよ。ゆうちゃんの生まれたところ、キャンピングワークスに来ました。ずっとさ、ゆうちゃんで生活してゆうちゃんに住んでたからさ、ちょっと不安でしかないんだけど、ゆうちゃんがいない生活。そうだね、無事帰ってきてくれると嬉しいですね、うん、ちょっとの辛抱だね。はい、さあ着いたよ。はい、ほいよ。こっちだね。だよ。ああ、あったあった、これだ。じゃあカードキー。おー、いきますよ。この辺でこっちの子。え、あー、スリッパ、この中赤ね、ちょっとね、おー、赤にそっちなんだ。おー、ほほほほほほほ、広いじゃん。広いじゃん、普通にすごい広い。あれ？え？お、すごいんじゃないそれ。これって海見える部屋だっけ？海、海見えないかと思ってた。海見えない部屋かと思ってたよ。すごい。ここ山下公園だよ。本当だ。へえ、これタイミングによってはさ、あそこにさ、アスカが止まってたりするんだよ。ああ、そうだよね。うん。わお。ほら、赤レンガも見えて。ほら、ランドマークタワーとかあっちの方も見えるよ。ああ、そうだね。ね。てか、まちゃん的にはここのお風呂ってどうなんだろうね。よいしょ。おお、はい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 。あ、ホテルのお風呂って感じ。すぐトイレだね。あ、でも、うん、なんだろう、ちゃんと広いよ。あ、足伸ばせるね。うん、そう、広い広い。これだ、西洋の人でも足伸ばせるサイズだね。うん、これすごくいい。うんうん。あ、来たね。夜の中華街って、そう、なかなか来ないよね。親戚で集まった時とかも、昼だね。チャイとかタピオカとか、仙台一の肉まんとか。そうね、夜ってそうそう来ないもんね。全部タッチパネルで頼むんだね。すごいね。食べ放題メニュー。あー、すごい、こんな感じなんだね。いろいろ頼んでみようか。小籠包だよ。大好きな小籠包だよ。フカヒレだって。春巻きとエビ揚げ。
たいな、うんうん、いただきます、はい、いただきます。どう美味しい？エビがプリプリ。小籠包ですね。うん、これ熱い。今肉汁を全部。だよね。おっと、バクッといった。おー、うまそうか。いいね。じゃあ俺も食べようっと。シンプルで美味しいのが本当の美味しいのだと思うからね。春雨が見えてる。だよね。熱そうだな。多分うちの反応の意味が分かってくれると思う。一口でいっちゃった。赤ちゃん迷っております。すごい迷っております。何かを理解しようと思ってるけど迷っております。美味しいんだけど、うん、皮がすごい厚くて、そうもちもち感がすごいね。うん、うん、餃子で食べたい。管理で飲んで。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じの反応ですね。フカヒレに対しての反応がなかったということですね。そう、分かんなかった。はい、そのフカヒレが分かってないかもしれない。はい、私の反応とタッチャーの反応同じということになってないでしょうか。肉、うん、今何食べてんの？肉餃子。美味しい？シューマイだよ。肉シューマイ、うん、美味しい、うん、肉、はい、ありがとう。エビ蒸し餃子、うん、ね、ホクホクな感じ。プリプリじゃない？なんか雰囲気的にこんな感じ。ちょっとつけていただきます。あっと、もうプリプリ、すごいプリプリでした。おいしい。はい、念願の担々麺ですね。見て、担々麺だよ、うん、すごい辛そうな香りがしてる。こういうさ、ところで担々麺食べれるって嬉しいよね、うん、ほら、ちょっと麺も見てください。おー、細麺で美味しそうですね。うんうん、いただきます。はい、ピリリと辛い、うんうん、あ、ひき肉もちゃんと入ってて、あんこから切っております。結構あんこってほんと熱いからね。どうぞ。どうすごい甘くていい香りがする。おー、カステラの蒸しパンとはちょっとちゃう。中国風蒸しパン、カステラなのかね。出来たて食べてるから、そうなるよね。卵の甘い香り。おー、優しい香りだね。食レポの下手さよ。こんな感じで美味しくたくさんいただいてきました、ね、はい、昼ね、ちょっといただくのと、
夜いただくのと違うね。違うね。お昼のがなんか食べる。食べる。そんな感じする。うん。なんかそんな今回でした。はい。はい。ごちそうさまでした。